はい、こんばんは。5月3日の夜です。今ですね、夕食が終わったところなんですけれども、明日の5月4日、彼女のね、お母さんの家の近くの、貧困地区に食料の配給をする予定だったんですが、それがもう最終的にね、明日は、行けないということで決定しました。明日もね、ゆっくりとして一日になるんですけれども、なぜいけないかというとね、バランガイ事務所がね、すごく揉めてるんですね。で、何を揉めてるかというと、給付金なんです。で、政府の方から1世帯あたり最低5000ペソから8000ペソの給付金が出るということなんですけれども、給付する前にね、DSWD という組織が各家庭を回って、調査をしてですね、先遣隊できて、それから給付金が出るんですけれども、そのね、給付をめぐって、うちはこれじゃ少ないとかなんだとかってでひどく揉めてるんですね。で、彼女のお母さんもバランガイのオフィスで働いてるわけで、それでもう朝のね、7時から夜の9時10時までもう今日で3日目ですね、バランガイオフィスでね、いろいろ走り回ってるっていう状態で、その配給の許可が出るっていうところまでこぎつけないんですね。バランガイのキャプテンも忙しくて、その許可証の発行まで手が回らないって、もう走り回ってていない状態なんですって。で、それでね、明日の配給は中止になりました。で、なんでそんな揉めちゃうかということなんですけれどもね、結局なんていうのかな、ある程度ね、ずるいことをしてるわけなんですよ。バランガイの人間もね、これマニラの周辺でもかなり問題になって、暴動が起きたりとか、警察が出動したり軍隊が出動したりって言って、今揉めてます。昨日あたりがピークだったのかな。で、これっていうのは、なんていうのかな、要は高級住宅地は別としてですね、バランガイキャプテンですとか、その下の役員香川なんて呼んでますけれども、その選挙からね、いろいろあるんですけれども、選挙前となると、選挙資金をね、例えばここのバランガイだったら住民が何万人だから選挙資金が2ミリオンいるなとか、ここは大きいからね3ミリオンいる、ここはちっちゃいから1ミリオンだ。選挙資金何に使うのかって言ったら、日本みたいに選挙ポスターを作ったりとかいろいろやるって、そういうことじゃないんですね。お金配るんですよ、住民に。で、その住民の方ももちろんね、お金くれるから受け取りますよね。立候補者が3人いて、その2人がね、500ペソずつ住民に配る。1人が1000ペソ配る。あの人1000ペソくれるから、この人に投票しようなんてことになるわけですよね。で、この地域で、例えばバランガイキャプテンに立候補したらいくらいる。その下の香川になるにはいくらいる。それ当たり前のように、これ、高級住宅地以外はフィリピン全土で同じようになってます。ミンダナの方ではね、拉致殺人事件まで起きるなんてところまで発展してますけれども、それでね、なんで今揉めてるかっていうと、そのバランガイキャプテンがね、こうしてるんじゃないかとか、例えば救援物資ですよね、そういうものをくすねてるんじゃないかとか、僕の知り合い、この近くの友達もね、やっぱりそういうのを見てますけれども、香川のうちに遊びに行ったらね、配給の缶詰が段ボールごと積んであって、好きなだけ持ってっていいよって言われたなんていうね、そんなことね、当たり前のようにね、フィリピン全土で行われてるわけですね。じゃあその香川バランガイキャプテンになるのに誰が投票したかって言ったら、お金もらって、この人にしようって言ってみんな投票したわけですよ。お金をね、大金を使って、例えばキャプテンになった人って金回収しようとするじゃないですか。これはね、法律もちろんそういうね、お金を渡して投票を得るというのはフィリピンでも法律違反です。それが当たり前のように行われてる。で、お金をもらった住民が今そのバランガイキャプテンがどうのこうのする、バランガイのスタッフがどうのこうのするっていうんで反対してるわけなんですけれども、もらっといてそれはないだろうと思うんですけれども、もともと自分らも選挙違反受け取ってね、お金をもらったからこの人に投票しようって、今度その人がお金を回収しようとしたらまた住民が反対するっていうような、こういう悪循環なんですけれども、それをね、今日ちょっと彼女と話していて、お母さんも忙しいわけですよね。で、住民がいろいろと言ってきてる。
汚いことはしない、まあ、お母さんはね香川でもバランガイキャプテンでもないんでただのスタッフなんでソーシャルワーカーみたいなことをしてるんで走り回ってるわけなんですけれども、まあもちろんねなんていうのかな、みんなが忙しくなる、住民がねいろいろ暴動に近いような騒ぎを起こすっていうのも、まあそのね上の人間が汚いことをしてる、金を隠そうとしてるっていうのを騒ぐ、だけどその人に投票したのはその住民なんですよね、金をもらってね。でそれをね、まあ、さっきねお母さんが忙しいってかわいそうっていうのも、それもみんなが騒ぐっていうのも結局それを選んだバランガイキャプテンなり香川なり選んだ人の責任ということを話してたんですね。でそんな汚いことはしないって言うんだけれども、でもですね僕ね一言言ったんですよ。この前のバランガイキャプテンの選挙の時にお金をくれるって言って、君のお母さんも兄弟もバランガイじゃないあの立候補者のうちの前に並ぶって言って嬉しそうに言ったよね、ついに言っちゃったんですよね。だからその時彼女も黙ってね言葉が返ってこないんですよ。で彼女の目見たら涙目になってね一言言いましたね。だって貧乏だからしょうがないでしょ。もうそのね顔見たらね言わなきゃいいことを言ってしまったなと思ってね、その後僕言葉出なかったですけれども、貧乏だからしょうがない、そうなんですよね。例えば子供ね赤ん坊抱えたお母さんがミルク買う金がないっていう時に選挙前でね500ペソくれるって言ってる人のうちに並ぶって、それを非難できるかって言ったら非難できないですよね。発展途上国なんですよねフィリピンってね、そういうところも発展途上なんですけれども、ちょっとね結構深くね考えさせられた、ただの一言なんですよ。だって貧乏だからしょうがないっていうね。まあこの発展途上国のフィリピンというところに住んで、まあね彼女とも楽しく暮らしてる、いろんな問題がありますよね。まあ明日あたりにはねそのバランガイ事務所の騒ぎも収まると思うんでちょっと行ってね様子を見てこようと思いますけれども、ちょっとねヘビーな夜ですね。また明日はね明るく皆さんの前に、ね、出られると思いますんで、まあ、ちょっとね今日こんなことがあったっていう報告とフィリピンのね今の状況のお話でした。それじゃあまた明日。